こんにちは、ラックパンダです。今回はこちらです。サーフェスですね。サーフェス2となってます。こちら付属品も、ちゃんとねついてて、キーボードとアダプターもねちゃんとついてるっていうジャンクなんですけど、ジャンク理由がですね、バッテリーが死んでるとのことです。なのでね、今日はこのサーフェスのバッテリー交換に挑戦していくんですけれども、先にねちょっと動作確認だけしておきたいと思います。では電源入れます。ん？おや？え？そうやろ。これアダプターランプついてるんですけどね。長押し？もっと長押し？あ、違う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 。いやね、ビビらせやがって。あ、ちゃんと動きますね。あ、オフィスも入ってるんですね、ちゃんとね。やっぱりこのバッテリーのところ、ここがね残り 0% のままですね。このまま、本当にね充電しないかどうかちょっと置いときます。しばらくねそのまま充電差しっぱにしてたんですけど、まあやっぱダメですね。バッテリーがもう 0% のまま進まないですね。全然充電されません。なので今回こちらね、交換用のバッテリー購入してきたんで、このね画面剥がしてバッテリー交換していきます。はい、では早速取り外し作業にかかっていくんですけれども、ここのね一緒のこのタッチパネルのガラスのところですね、ここを接着されてるんで、ヒートガンで温めて接着をねちょっと弱めてからゆっくり外していきます。こういうやつを取り外しって、こういうヒートガンじゃなくて、熊頃お兄さんがね前使ってたヒートパッドっていうんですかね、ああいうやつあったらすごい便利だと思います。よし、ちょっと開いてきた。今こんな感じですね。開いたところにもうプラスチック今差し込んでます。よし、ヒートはいらんじゃんこれ。あ、これ無水エタノールだけでいけるわ。めっちゃ簡単に取れるやん。くわ、すげえなこの接着。胎盤みたい。この中のフラットケーブルのところにも接着ついてるんで、これも取っとかないとケーブル怖いですね。 OK。 あー取れた。こいつどうやって取んだろう。このLCD の基板取らないといけないですね。この基板とこのフレキ2本ついてましたね。それを外すともう完全にこいつがフリーになります。ていうかバッテリー違うくない？これ違うな。うわ、やらかしたわ。あれやらかしたな。ここでまたボンミスが発覚しました。違う機種のバッテリー買っちゃってますね。どうしようかな。はい、こいつ充電してみたんですけど、もうすぐね、もう充電抜けちゃうんですよね。このバッテリー自体も多分ダメになってると思うので、ちょっと考えたんですけど、間違って買ったこのバッテリー、これとここですね、このセルを交換してみようと思います。まあ規格がね違うのか、まあちょっとその辺の細かいところはよく、実は分かんないので、あんまりこういうことしていいのか分かんないですけど、分からないことはねとりあえずまあやってみようということでね、このセルを交換したいと思います。でまずはね、こいつ接着されてるんで、この後ろでこれを取らないといけないんですけど、あんまり変な力かけちゃうと発火する恐れがあるので、慎重に剥がしていきたいと思います。
これごとっぽいな。これごとか。え？何これ？取れた。もうこんなグニョグニョになりましたけど、なんとか接着外せたんで、ここを切って取り外しします。しゃあ取れた。グニョグニョやな、怖っ。こっちはもっとグニョグニョですね。はい、でこの取り外しできたところにですね、この間違って買ったバッテリーのセルをいただいちゃいます。まあ、こんな感じになるんですけど、このプラスとマイナスの端子の位置が違うので、ここは配線でつなげてやる必要がありますね。他の基板とのね、干渉もちょっと見たいので、取り付けだけだったらね、基板とか全部付けた後でもできると思うんで、先に周りの部品取り付けてからこいつの位置決めて配線していこうと思います。はい、一通り組み立てました。取り付け位置はこんな感じでいきましょう。ただね、この設置するこの端子の位置がね、プラスマイナスの端子の位置が違うので、これはそれぞれワイヤーでつなげたいと思います。配線作ってきたんでつないでいきたいんですけれども、プラスマイナス間違ってないか確認しておきます。こっちがマイナス、こっちがマイナスですね。よし、じゃあつけるか。まずね、ハンダをちょっとつけておきます。配線したところはカプトンテープで絶縁していきます。まあね、ちょっと不格好ですけど、こんな感じで配線しました。でこれがもともとついてた絶縁テープですね。一応ここもね、全部絶縁したんですけど、この上からもねやっておきます。では元通り組み立てて動作確認していきたいと思います。はい、ということで組み立てました。まだねロックがかかってると思うので、一度充電してみたいと思います。充電ランプはねつきましたね。まあ、これで一回電源つけてみようか。サーフェス。さあバッテリーが温度表示が出てめちゃくちゃ熱くなってましたね。バッテリーは 50% で一応表示はされてましたけど、もう熱すぎて充電もできないし、もうそもそもちゃんと使えないですね、この状態だと。もう今回はやめます。うん、なのでまあバッテリーも取り外しして、純正のねまたバッテリー手に入ったら交換して、まあちゃんとね直したいと思います。こちらねバッテリーです。ちゃんとこの Surface 2に対応しているバッテリーですね。こいつを取り付けていきたいと思います。やっぱりねこんなわけのわからないことをしたらね、発火の恐れとかあるんでね、ちゃんとしたやつに交換していきます。交換はですね、ここの黒の部分ですね、黒の部分、このネジ全部取り外して、あとはね基板を全部取り外せば交換可能なので、そこまでねカットすると思いますけど、やっていきたいと思います。
間違って購入してね、無理やり取り付けたバッテリーですね。これ取り外しました。まあこれはこれでね、またなんか別で使えたらね、使おうかなと思います。はい、そしたらこれですね、こいつを取り付けていきます。そしたら両面テープ取り付けたんでね、このまま載せていきます。ここの穴にね、合わせていきます。よし、これで OK。 はい、ではあとは逆の手順で組み立てて、最後また動作確認していきたいと思います。はい、ということで組み立てたらね、まあ、なんか勝手に画面ついてました。まあそれはそうですよね、バッテリーね、もう入れた時点でもう通電してるんでね、変なとこ触ってショートさせなくてよかったです。まあもう今ね、アダプターなしで動作してるんで大丈夫だとは思うんですけれども、あ、バッテリーも大丈夫ですね。こちら 86% でちゃんとバッテリー動作してます。あ、ちゃんと充電マークもつきましたね。はい、まあということで今回ですね、この Surface 2バッテリーの交換をしたんですけれども、発注ミスでね、違うバッテリーを注文してしまって、セルの交換だけしたんですけど、かなり発熱してしまってね、やっぱりそのバッテリーのコントローラー IC の多分相性とかもあると思うので、やっぱりそういうね、無理やりつけるのは良くないっていうのを身をもって体験しました。本当にね、こういうバッテリーって火災とか起きる恐れがあるので、今回はねやっちゃいましたけども、これからねもうなんか怖いんでね、触らないようにしようかなと思います。バッテリー関係はね、むちゃくちゃ発熱してたんでね。はい、ということで今回のね動画は以上になります。それではまた次のジャンクでお会いしましょう。バイバイ。